いや、こんな豪華な戦隊ロボ見たのめちゃくちゃ久しぶりですね。はい、皆さんこんにちは、広げです。はい、今回の動画はこちら、13体合体レジェンドキングオージャーです。はい、ついにこの時がやってまいりました。テレビですごい活躍をしてて、めちゃくちゃかっこよかったレジェンドキングオージャーに合体させます。はい、それぞれの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それではレジェンドキングオージャーに合体させます。はい、それではまずは三大守護神のゴッドカブト、ゴッドスコーピオン、ゴッドホッパーを合体準備状態にします。では続いてはキングオージャーの準備です。まずはこのゴッドテントを取り外します。反対側も。そして武器の剣は背中に背負わせます。ではここから合体させます。カブトキャノンは右腕に取り付けます。でこのジョイントにゴッドテントを取り付けます。左腕にはスコーピオンクロウです。そして足のジョイントにゴッドホッパーの足を取り付けます。あ、ゴッドテントを作るのを忘れてました。さあ、そして最後はゴッドホッパーを開いてこれを胸に取り付ければ完成、レジェンドキングオージャーです。うおぉ、めっちゃかっこいい。僕久しぶりに金メッキがめちゃくちゃ使われてるおもちゃを見ました。いやー、これはねもう最高。いや、こんな豪華な戦隊ロボ見たのめちゃくちゃ久しぶりですね。でこの時点でなんと驚異の13体合体です。ちょっと近くで見ましょう。おぉ、いやー、これ高級感めちゃくちゃありますよね。右肩には40センチのカブトキャノンがあって、左腕にはメッキが多用されているスコーピオンクロウがあります。でこのレジェンドキングオージャーのすごいところといえば、こんなに合体しているのにプロポーション自体が綺麗にまとまっていて自立も安定しているところが素晴らしいと思います。はい、キングオージャーの可動範囲がすごい優秀ですので、こんな感じのダイナミックなポーズもかなり決まります。いや、こんだけ合体しているのにもかかわらずこんなポーズも決まるのってさすがキングオージャーだなって思います。いや、これねどっから見てもめちゃめちゃかっこいいです。はい、では最後にいろいろと比較しましょう。まずはレゴマリオとミニフィグと並べるとこんな感じです。高さについてはキングオージャーと一緒なんですけど、横幅が結構でかくなってますので列車戦隊特急ジャーの超特急王を思い出します。続いて10体合体の、はい、こちらアルティメット大冒険と並べるとこんな感じです。高さについてはそんなに変わらなくて、横幅についてはレジェンドキングオージャーの方がちょっとだけ長いですね。では最後はこちら、よいしょ。はい、12体合体のエンジオ G12 と並べるとこんな感じです。いやー、この並びめちゃくちゃ最高ですよね。12体合体と13体合体、大きさについては、そうですね、エンジオ G12 の腰ぐらいはありますね。エンジオ G12 は一つ一つに無駄がなくてすごいしっかりまとまっているところが本当にさすがだなって思ったのと、あとはね、ゴーンジャーは当時生で見ていたので、これはね僕の中ではもう本当にドストライクの変形合体ロボです。それに対してキングオージャーは、まあ大きさはそんなに大きくないんですけど、13体合体でここまで綺麗にまとまっているところが本当に素晴らしいと思います。はい、王様戦隊キングオージャーレジェンドキングオージャーはこんな感じです。はい、ということで王様戦隊キングオージャーレジェンドキングオージャーに合体させてみました。まずもう見てわかる通り、このレジェンドキングオージャーにはメッキがめちゃくちゃ使われていますので、昔発売されたスーパー戦隊の変形合体ロボを思い出しました。今ではこういったメッキパーツって全然使われてないんですけど、こんだけふんだんにメッキが使われているところがさすがだと思いました。そしてもう見た目自体はすごいごついんですけど、キングオージャーの可動や安定性がしっかりしていますので、かっこいいポーズも決まるところが、これは本当に素晴らしいと思いました。そして僕の家には過去のスーパー戦隊のロボもありますので、リクエストとかがあれば撮影したいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。